知恵の王国かぶり知った。英知と慈愛にあふれる女王様とおよびに統治されたその国は豊かな知識に支えられ、その繁栄は永遠に続くかと思われた。だが突然現れた大魔王ベアルを率いる魔物軍団が地上の国々に襲いかかり、人々を絶望の闇へと突き落としていった。鉄壁の守りを誇るかぶり知った軍さえもその攻勢に押され続け、ついに落城の瞬間が訪れようとしていた。最後の時を迎える直前、王国一の預言者が女王様とおよびにこう告げた。今の我々では大魔王を倒すことはできない。しかし幼き王女が生き延びることができれば、15年の後伝説の知恵の剣を手にし、3人の選ばれし少女と共に大魔王を打ち滅ぼすであろうと。女王は王女を最も信頼厚き老戦士アレイナムに託すと、一人城内に残り、自らの命と引き換えに聖なる力を呼び起こし、迫り来る魔王の軍団を王城もろとも消滅させたのである。女王の尊い犠牲によって大魔王はその主力部隊を消失し、また各国の連合軍が結成されたことにより、戦いは膠着状態となった。そして時だけが流れ去り、予言された15年目が今訪れようとしていた。おじいちゃん、どうしても行くの？このトーガランドにも魔物の軍団が現れたという話じゃ。放っておくわけにはいかん。今食い止めねば、魔物どもはあっという間にこの村にも押し寄せてくるじゃろう。それなら私も一緒に戦います。それはならん。お前には仲間を探し大魔王を倒すという大事な役目があるのじゃ。分かってくれるな？うん。でも。この葉、私がついてるからいるからね。ありがとう、シャラ。それから、お前に渡しておくものがある。これじゃ。美少女秘密の花園。あった、それはわしのコレクションじゃ。これでもない。おお、当たった。これじゃ、これ。これは？フルの鏡と呼ばれるかぶり知ったの正当な王位継承者の印じゃ。これはお前の母上女王様とおよびよりお預かりしたものじゃ。母様から。よいな。一刻も早く三人の仲間を見つけ出すのじゃ。
小娘二人でこのラスゴン様と戦うつもりなのか。俺はな、この世界で最もボスキャラらしいボスキャラなのだぞ。に負けるとは、ボスキャラらしく消えていく。ここの草も枯れてる。サネバは緑豊かな大陸のはずよ。それがこんなことになっているなんて妙だな。見て。シャラ、どうしたの？これ、なんだと思う？地面が、裂けてるの？地震かな？地震があったのかな？もしかしたら、魔物の仕業かもな。自然に割れたんじゃなくて？おそらくな。ここいら一帯に、魔物独特の妙な気配が漂ってる。くん。魔物の匂いなのかな、気配なのかな。鼻がむずむずするよ。近くの村に行きましょう。何か手がかりがつかめるんじゃないかしら。止まった。これ以上先には進めないぜ、ベイビー。だがな、どうしてもというのなら、この俺を倒していきな。最後に俺の頼みを聞いちゃくれないか。俺の生まれ故郷の五番街にマリーという娘がいてな、奴は俺にほの字だったのさ。だがな、俺は奴の気持ちを知りながら男を磨く旅に出ちまった。もしもその五番街に今でも彼女が住んでいたら、あいつは今も元気にしていると、そう伝えてはくれないか。決まったな。
なんてピチピチして正気にあふれた娘たちなんでしょう。お前たちの若さを吸い取れば、私もさらに美しくなるでしょう。私が負けるなんて、ベアルゴ様、お許しを。もうすぐ東の大陸に着くそうです。よし、じゃあ伝説の知恵の剣とやらを見つけに行こうぜ。それともう一人の仲間もきっと見つかります。お前さっきから調子悪そうだな。 おい、まさか貧血か。いいえ、船酔いです。倒しちゃったもんね。このテキーラ18号は無敵だよ。
あら、あなたたちちょっと考え甘いんじゃないの？知恵の剣がそう簡単に手に入るとでも思って？悪いけどベアルゴ様の命令なの。あなたたちにはここで死んでもらうわ。なんて、もういやー、シク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 。こりゃ一本取られてしもうたな。せやけどワイもこれが商売やしな。ほなぼちぼち行きまっせ。強か、わいもう驚いてしもたわ。いよいよね。やっと、ここまで来ましたね。魔王ベアルゴか、腕が鳴るぜ。ミュウちゃん初登場だよ。でももうおしまい間近だから、セリフが少なくって悲しいよ。せっかくいいシーンだったのに。困ったやつ。魔王はこの大陸のどこかにいるはずよ。みんな、これからが本当の戦いよ。魔王を倒して、世界に平和を取り戻すのよ。そういうセリフは、主人公である私の。行くわよ！いいわね！おう！たちが光の勇者ね。
せっかくだけど子供たちは返せないわ。ベアルゴ様に叱られちゃうもんね。でもせっかく来てくれたんだからここで死んでいくがいい。私が負けちゃうなんて。ベアルゴ様。お待ちなさい。これより先は魔王ベアルゴ様の領域。そうと知っていくというのなら、私を倒してから行くことね。美しいお嬢様方、よくここまでたどり着きましたね。キテワッチさん、どうしてここに？気をつけろ、木の葉。こいつは、もしかしたら邪悪な、とてつもなく邪悪な力を感じます。ミュウも感じるよ。冷たくって、暗くって、そんでもってすんごく大きな力だよ。そんな、キテワッチさん、あなたが？そう、私が魔王ベアルゴ。どうやらあなたたちには死んでもらわねばならないようですね。残念です。本当に残念ですよ、お嬢さん。さすがは光の勇者といったところでしょうか。ではそろそろこちらも本気を出すとしましょうか。我こそは魔王ベアルゴなり。人間ども、我が前にひざまずくがいい。人間ごときに負けるとは、ありえん。
ありえんぞ。長い戦いが今終わったのね。ああ、それにしてもあの妙なじいさんがあんたのおじいさんだったとはね。普通気がつくぜ。だってまさか。無理もない、わしの変装は完璧じゃからの。それでこれからどうなさるのですか。わしらにはまだ大きな仕事が残っておる。魔物によって傷ついた人々を助けるためにも、こんな悲劇を繰り返さないためにも、カブリシッタを再興させなければならぬのじゃ。木の葉よ、それがカブリシッタの王女としてのお前の務めなのじゃ。はい。これからの道も決して平坦なものではないぞ。覚悟はできています。しかしな、あんたらだけじゃ心配だよな。ま、乗りかかった船だ。その王国の立て直しとやら、付き合ってやらないでもないぜ。サイ！あの、私も力仕事以外でしたらお手伝いさせてください。ミューマ、ミューマ！エルネ、ミュー、ありがとう。私だっているんだから、だからね。うん。みんなが力を合わせれば、どんな困難なことでもきっとやり遂げられるじゃろう。これにて一件落着じゃな。おいジジイ、何しやがんだ、邪魔だ。おい、そうよ、主役は私なんだから私が目立たないと。めまいが。私もミューちゃんだよ。ミューちゃん少しお腹減ったよ。かくして世界に平和が戻り、王国カブリシッタもほどなく再興されたが、そこには以前のような厳格さが欠片もなかったということは言うまでもない。
ムは。What?